にちは。ひれおさんからね、ある物資届いたんですよ。この段ボール届いたので、みんな気になるじゃないですか。何が届いたんだろうと。でもごめんね、急に始まって。ひれおさんから物届いたので見ていこうかなと思います。で、いろいろね、紛争されてるんだよ。ほら、あ、見て、かわいい。なにこれ。おー、すげえ、ミッキーの、なにこれ。チョコレートみたいなの入ってる。チョコレートだ。あ、チョコレートだ、チョコレート。嬉しい。ディズニー行ったんですかね、ヒレオさん。それともディズニーの子なのですかね、ヒレオさんと。あ、ディズニー、また入ってますね。とか、なんかいろいろあるので、ちょっと全部見ていきましょう。おー、すごい。待って、これ何？あ、スプラトゥーンの、スプラトゥーンのタンブラー？タンブラーだ。嬉しい、スプラトゥーンくれた。待って、いっぱいある、いっぱいある。ヒロさん、いっぱいあるよ。何これ？あ、ドラえもんのハンカチとかある。やった。嬉しい。え、これもスプラトゥーンじゃない？これ一番くじだな。一番くじのやつだな。タコのやつだ。イカとタコもらった。待って、ワンピースカードゲームだ。俺今ワンピースのカードゲームやっててさ、集めてたんですけど、やった。ワンピースカードゲームももらった。ヒレオさん、俺の好きなものいっぱい入ってるじゃん。巻物入ってるぞ、巻物。果たし状？え、果たし状って何？何これ？果たし状入ってんだけど。これなんだ？ 3D ランプだって。何これ？見てこれみんな。リトルグリーンメンのパンツだ。こっちは？これミッキーのパンツだ。俺がパンツ不足だから、ヒレオさんパンツくれたのかな？後で履いてみようかな。パンツ。L サイズ。俺 L サイズなのか。すごいね、これ。魚、ヒレオさん魚のマークついてるよ。てか、この巻物すごいな。果たし状。うなちゃんに血統を押し込むんですから。5月1日、住吉ワールドで、僕と握手。あ、間違ってました。とりあえず、どこかで待つ。逃げちゃダメですから。あとは、うなちゃんに、ワンピースのカードを、ディズニーランドのパンツと、1年前にあげるはずだった、スプラのタンブラー、しかも間違えとるな、これ。一緒に送っておきますから。大切に使ってください。ベリーキュートなヒレオさんより。すげえ！ヒレオさんの顔描いてる、すごい！ヒレオ、仲良し。うなちゃん、いつもありがとう。なんか優しいヒレオさん。あ、まだあるんだ。すごく描くところが多くて、何を描けばいいのかわからないので、うなちゃんのいいところを描いておきますね。優しい、とっても。とっても面白い。ゲームが上手。顔がそこそこ。まあまあ、割とかっこいい。5個目は思いつかない。だって、ヒレオさんだもの。何これ？風船、ヒレボ。三つぼみたいな感じでね。あ、終わっちゃった。っていう、果たし状が届いたんですけど、優しいな、ヒレオさん。優しい、これ。てか、面白いね。面白いことするじゃん。いつの時代だよ。忍者かよ、あいつ。でも、嬉しいね、これもらったのね。手紙みたいな感じなんですかね。パンツもらったし、ワンピースのカードも嬉しいですね。さっきやってるので。はい、ということで、ヒレオさんから果たし状届いたので、今度じゃあ、ちょっと果たし状来たから、タイマンでも挑みに行ってくるか。酢飯ワールドかな。